Hello YouTube, I'm です。マインクラフト続きやっていきたいと思います。前回は後ろに見えてると思うんですけれども、半自動かまどを完成させました。今回は、実験、ゴミ箱作っていきたいと思います。まず、実験なんですけれども、以前、スライム収穫機的なのを作ったんですよ。一層型スライム収穫機みたいなの。で、今現在、ボーン!おい、こんな溜まっとる。ちょ、余分なのあるのちょっと取ろうか。トン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 と。で、この、で、1時間放置したら、どれぐらい溜まってるんだろうって思って、検証していきたいと思います。じゃあ、1時間後、お会いしましょう。以上、アイムでした。はい、1時間経ったので、チェスト、オープン!いや、こいつホッパーやん。ボーン !24 個。少ない。まあ、一層なので、そのうち、いっぱいになるはず。はい。ドロッパー作って、コンパレーターを、レッドストーンコンパレーターを2個。リピーターを2個。チェスト作って、ドン。ドン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 。ホッパー。はい、じゃあね、この辺にですね、ゴミ箱作っていきたいと思います。はい。まあ、後でね、クリエイティブの方でも詳しく説明します。とりあえずね、今回今の時点では、パパッと作っていきたいと思います。あ、ポン。ポン。4つ下に掘り下げます。4つ下に掘り下げたら、この部分に、ポンと、砂を置いて、このあたりは開けるスタイルなんですけれども。この上にですね、サボテンを置きたい。階段作ろう。この上にね、サボテンをポン置きます。はい、こんな感じですね。で、この辺とかもね、内装をしていきましょう。こういう感じで。ここにポンと。ポンと。ちょっとサボテン一旦取る。ここにですね、ドロッパーちゃんをこの向きで、こんにちはさせていくと、次サボテン、ポンポンあ、ちゃう。こう。ドロッパーの上にホッパー、ポンからの、チェスト、ポン掘ります。一旦掘るね。こういう感じで。ぴょこぴょこなってんのはええわ。あ、取れたん今す掘り。コンパレーター、リピーター、ドン。ここにコンパレータークリックして、この邪魔な声取って、邪魔。リピーター置いて、ここにブロッカーっていいから、多分これで完成したと思うけど、どうだろう。ほら、完成した!こういう感じ。ドン、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 ドン。砂床置こうかな、みたいな。ドーン!ちょっとね、わかりにくかった方のために、クリエイティブの方でパパッと制作していきたいと思います。はい、クリエイティブサーバー到着いたしました。今からですね、ゴミ箱の方作っていきたいと思います。じゃあ作っていきまーす。ポーンの、ですね、ドロッパーさん、ポーン置いて、こんにちはの向きになりましたら、今度この下、ポンポン2個、掘り下げます。そしたら、
砂をポン置いて、ポンポンポンってこうサボテン置きたいんですけど、障害物あると置けないんで、この端っこ取ってあげてポン置いたら、今度はですね、ここポンポンポンとやったら、レッドストーンコンパレーターポン置いてからのリピーターポン置いて、その上に鉄ブロックポン置いて、ポン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 やったら、レッドストーンコンパレーターポンからのオンしてからの、レッドストーンダストポンポンポンやったら、今度は、鉄ブロックポンポンポンやってからの、リピーターポンで、このドロッパーの上に、ポーンとこうぶっ刺してください。そしたらその上にポーンとこう、このあ、その向きちゃーんちょっと待って、ね、この向きにバーンやってこういう感じね。はい、いい感じで、こういう感じで、囲っていったら、よいしょ、今度ガラスでバーンやって、そうね、こういう感じね、そう、こういう感じで、じゃあこういう感じ。いい感じ。これで完成です。ちょっとね、いらないのをね、入れてきましょうか。ほら。ゴン箱。いかがでしょうか？はい。と、まあ、今回はここまでにしたいと思います。珍しくですね、アイムが、なんか解説してたと思うんですけれども、今回非常に頑張らさせていただきましたということで、また次回お楽しみに。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。じゃ、またね。